厚生労働省の推計によりますと、今年生まれた赤ちゃんは94万1000人で、去年からおよそ3万6000人減少しました。1899年に統計を取り始めてから最少となっています。一方、今年死亡した人は戦後最多の134万4000人で、これにより全体の人口はおよそ40万3000人減る見通しです。人口は11年連続で減っていて、減少数は過去最大です。